はい、本日は2014年1月3日、鳥取砂丘に来ました。鳥取砂丘はいろは堂から車で15分ぐらいですね、結構近いですので、県外から友達とかお客さん来られた時は必ずご案内しております。今日はお正月休み中ですので、結構たくさんの観光客が来てますね。今夕方の16時ぐらいですので、ちょっと、太陽が沈みかけて、夕暮れの鳥取砂丘の風景です。ちなみに鳥取砂丘の駐車場は、左手の方は有料駐車場ですが、この右手の方のお土産屋さんの方の駐車場はだいたいほとんどが無料ですので、空いてるようでしたらぜひ無料の駐車場をご利用ください。